い、じゃあよろしくお願いします。今回は中学1年生の英語 How many の使い方についてお送りします。で、今回はポイントを含めて全部で10問ありますので、まずね、1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。では今回の主役はこの How many です。で、よく How many A みたいな感じで書かれることが多いんですけど、これをセットにしてもらって、意味がいくつの A と。で、これね、いくつの A っていう言葉を厳密に覚えなくても構いません。で、何を覚えてほしいかっていうと、How many は物の数を聞くときに使うんだと覚えておいてください。数を聞きます。だから下の問題で言うと、あなたは何個のボール持ってますかって、何個って数を聞いてますよね。これもそうです。何匹の犬を飼ってますかって、犬の数を聞いてる。そういう時に使うのが How many なんだと覚えてください。で、もう一個大事なのが、その A の部分、ここですね、三つ目、 How many の後ろに来るのは名詞のほにゃらら形が来ます。で、これ何かっていうと、これは前回ね、勉強した複数形です。だから、前回の動画でやりましたけど、複数形の形を覚えておかないと、この部分でミスが出ます。いいかな。で、ひとまずそれを覚えてほしくって、で、今回問題にはしてないんですけど、自分がね、ちょっと消しちゃっていいですか。よくね、言う覚え方があって、How many の部分は、これは自分が言ってるだけなんで、使いたかったら使ってください。How many もの S っていう風な覚え方をよくさせてました。もの S です。もの、なんで、名詞ってものは基本的に来るから、ものが来ると。で、S っていうのは複数形の S がくっつくっていうのを覚えるためによく How many もの S。How many の後ろに、ものとか名詞が来て S、複数形にしてくださいねっていうのを覚えるためによく言ってたんで、よかったら使ってみてください。では行きましょう。では、あなたは何個のボールを持ってますか？で、どっからね、書いていくかっていうのは人によって違うとは思うんですけど、何個のボール。つまり、ボールの数を聞いてます。で、数を聞いてるんで、今言ったように、How many が来る。で、この、How many、How ってありますよね、この How。こいつはですね、今まで勉強した What とか、あと Where ありましたね。疑問詞のやつら。と、仲間です。同じ疑問詞です、How は。で、how だけでも、どうやってとかっていう意味を持ってるんですけど、こいつはよくこうやって many にくっついたり、how many とか、how much とか、how old とか、結構いろんな単語とくっついて使うことが多いです。もちろん how だけでも使うんですが、ただ元々が疑問詞なので、基本的に文の最初に来ます。how many も。いいね、文の最初。で、how many もの s、 今、もの、何の数聞いてんのって、ボールの数聞いてるんで、How many ボールが来る。で、もの S だから、そのもの、ボールを複数形にするんで、S をくっつけます。How many balls? これで何個のボールが終わります。カットしましょう。で、あとその後ろ。これ疑問詞で3つセットなんで、What の後ろにくっつくやつとかとほぼ同じなんですが、あなたは持ってますかっていうのをくっつけたいので、How many もの S? 赤にしとこっか。do, you, で、持ってるだから、have.how many balls do you have? で、have は疑問詞なんで、後ろ、ちっちゃいけどね、下げます。上に上げません。疑問文だけどね。これで完成です。で、右では違う問題を扱ってるんですが、やっぱりテストの時に一番出やすいのは、数を聞く時に、持ってますかって聞くのが非常に多いです。で、みんなのもちろん進度にも進んでるね、ペースにもよるんですけど、まだあなたはしか習ってない場合、つまり do しか習ってない、does っていうのをまだ習ってない状況だったら、もう do you have がもう、テンプレじゃないけど、固定でくっつきます、後ろ。How many balls do you have? これで完成となります。では答えていきましょう。私は3個のボールを持ってます。愛が書いてあるんでね、私ははカットしておきましょう。で、まず持ってるなので、I have ですね。で、何持ってんのって、3個のボールを持ってます。3個。3、数字の3は、
3ですね。3。で、3個のボールなんで、3ボール。で、複数形ですね。3個だから、茶忘れずに、ボールズと。して、I have three balls。ってやって完成となります。いいかな？まあ、こんな感じで使ってみてください。では次です。あなたは何匹の犬を飼ってますかって。で、まあ、何匹の犬、ここですね。犬の数を聞きたいと。まあ、数を聞いてるので、スタート。How many から行きましょう。で、今回犬の数なので、犬はドッグです。ドッグ。で、もの S。S をくっつけて、How many dogs となります。これで何匹の犬。ここが終わりました。で、あとは、あなたは飼ってますかって聞きたいので、まあ、基本的にこう、do you は来ますと。あなたはで聞いてるからね。do you と。で、飼ってるなんですが、これは以前でもちょっと話をしたんですけど、飼ってるっていうのは、同じく have で大丈夫です。have には動物を飼うっていう意味も含めてますんで、この have を使ってください。how many dogs do you have? これで完成。では答えましょう。私は4匹の犬を飼ってますと。で、まあ私はがあるんで、愛があるからね。私は飼ってをして、まず動詞、飼ってるがさっきもやったハブですと。で、あと何飼ってんのって4匹の犬なので、4、数字の4を書きましょう。4。で、4匹の犬なんで、4ドッグに忘れずに S をくっつけて、これで終了となります。いいかな？で、右です。ちょっとひねります。右はね。あなたは何冊の本が欲しいですかっていう。で、まず、注目してほしいのは、何冊の本っていうことで、本の数は聞いてますよね。つまり数を聞いてるので、スタートは How many から始まります。で、本の数引いてるから、本は book ですよね。で、もの S なんで、book は S つけるだけで大丈夫だから、how many books? とこうなります。で、気をつけてほしいのは、何が違うかって、カットしようか。残りが、あなたは欲しいですかなんだよね。持ってる、飼ってる。これは一般動詞のハブを使います。だけど、それじゃない、欲しいなんですよね。で、欲しいは、これ初登場かな。欲しいはね、w-a-n-t, want と言います。want. ちょっと切れた。ちょっと切れたね。ごめん。詰めてやがった。want ですね。覚えておいてください。一般動詞、want で欲しいです。でも、あなたはほにゃららですかって聞いてる。あなたに対して聞いてるので、ここは変わりません。do you. でも、ここだけが、do you want? とこうなって、how many books do you want?で、これで完成となります。で、答えるときもちょっと新しい知識入っております。まず愛があるんでね、私はカットしておきましょう。で、私は何なのって、欲しいんだよね、まずね。欲しいだから上と同じく、最初は want きます。I want。で、たくさんの本が欲しいと。で、本は book なんだよね。で、ここがポイントです。たくさん。実はですね、how many の many、この単語ね。こいつにはたくさんって意味があるんで、many books と言っても答えに正解なんです、今回。でも、ブー、ドアートで3つに分けました。で、これを覚えてください。a, lot of, a lot of ですね。この3つの a, lot of をくっつけても、これで many の意味と同じたくさんのになります。で、この単語はよく出てきます。なので、ぜひ覚えてください。で、これで、たくさんの本が欲しいから、book。で、たくさんだからね、複数形にする必要があるんで、ちゃんと忘れずに、books にしてください。これで、完成となります。まあ、この部分ですね。これが、メニューも、が同じ意味なので、これはぜひ覚えておきましょう。ちょっとね、使い分けの、ね、ルールは出てくるんですが、まあ、今の段階では同じと覚えておいてください。で、ラストです。ラストは、あなたは何本の赤いペンを持ってますかっていう。で、do you have が書いてあります。だから、do you have はあなたは持ってますか。まあ、こうカットしておきましょう。で、残りが何本の赤いペンですね。つまり、赤いペンの数を聞いております。数を聞いていれば、スタートは how many。
で、モノ S なんですよね。で、ここでモノが必要と何かっていうと赤いペンなんですよ。で、赤いペンっていうのは赤はレッドです。ペンはペンです。つまり、赤いペンはレッドペンとなります。レッドペン。で、そのまま書くと、レッドペンとこうなります。で、今、レッドペンはこう一塊と考えて、もともとペンがものなので、レッドはペンを詳しく説明してるだけ。赤いペンっていう。つまり、モノ S の S はどこにくっつくかっていうと、ここのペンにくっつけてください。How many red pens do you have? となります。いいかな?で、答えもちょっとひねられてるんですけど、I have まで書いてあります。でも、私は赤いペンを持ってませんなんだよね。あ、一個も持ってないよって言いたいんです。答えるときに。で、この答え方覚えてください。もし、上のね、ここが何も指定がなかったら、持ってないって否定文じゃん。ほにゃららじゃないだから。だから、今までだったら、I don't have と書き始めれば、持ってませんって言えたんですよね。でも、もう I have が指定されてるの。否定文使うなとなってる時どうするかっていうと、今、赤いペンを持ってないんですよ。で、持ってないに使うのが、これです。No です。No。で、その後ろに、red pen で複数形の S をつけます。red pens。もともと、I have no 消してね。I have red pens って言うと、私は赤いペン持ってるよって言えますよね。そこに no をくっつけることで、持ってないよっていうことができるんです。この no の使い方、ぜひここで覚えちゃってください。で、自分これ問題作ってるときに、まあ、ちょっといろいろ参考にして作ったんですけど、の、持ってないのに S がくっついてるのはなんでですかっていうのをネットで質問見たんですよね。あ、確かにそういう疑問出てくるよなとちょっと思って調べたらですね、この、の、持ってないよっていうとき、の、ものってね、言うときに、S がつくとき、まあ、複数形になるときとなんないときがあるそうなんですよ。で、簡単に言うと、このレッドペン、赤いペンって複数持ってる可能性がありますよね。別に一本だけとは限らないじゃないですか。複数持ってる可能性があるものに対しては複数形でやるそうです。じゃあどういう時つかないかっていうと、例えば彼女がいないとかっていう時、彼女ガールフレンドなんですけど、彼女って二人以上いる可能性普通ないでしょ。一人しかいないはずじゃんか。そういう時は、I have no girlfriend 図にならない。フレンドになると。そういう風に判断するそうなので、まあ、ぜひね、参考にしてみてください。では、今回は How many の使い方やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。